中が空いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。すいません、今日は眉毛しか描いてなくて、なんかこっちの目がめちゃくちゃ物もらいになってる。多分すっごい涙袋が膨れているので、今日はちょっとすっぴんでやりたいと思います。今日はですね、またあの超巨大なお鍋を使った料理をやろうと思うんですけど、お鍋って炊き出し鍋みたいなやつ、あれがですね、今までずっとパスタを作ってきてたと思うんですけど、今日はあれでチャーハンを作ったらどうなるのかっていうのをやってみたいなと思います。一気に巨大なチャーハンが作れたら楽ちんということで、早速作っていきましょう。見てねー。はい、できました。ということで、もう一瞬でできた。こりゃ楽ちんだね、この量が一瞬でできるのは。結構ご飯もパラパラになったね。やっぱ面積が広いところでガッスガッス混ぜるのが一番いいんですね。ということで、早速食べていきたいなと思います。いただきます。10人前ですね。うん、うまっ。もういい。超味濃いめチャーハンですね。うん、これで白米いける系のチャーハンです。なんか町中華系のチャーハンだね。しっとり系、やっぱソーミシャンタン美味しい。ソーミシャンタン入ってたら具なんていらないからね。ほとんど卵だけあればもう。カイワレをアクセントに乗せるのが結構好き。混ぜて食べちゃう。うん、よ
ちょっと何もなくなったのでトッピングをしたいと思います。じゃん、マラジャンです。これはあの麺屋武蔵さんとのね、あのコラボで作ったジャンなんですけど、手元にある皆さんありがとうございます。これはチャーハンにだって合います。うわ、贅沢な乗せ方。この瓶がね、手元にある方はこうサイズ比較がしやすいのではないでしょうか。これぐらいのサイズ感でございますよ。うん、うん、うん、マーラーチャーハン、うん、食べるラー油とチャーハン合うもんね。うん、うまっ。マラジャン、山椒がねちょっと効いてるんだけど、結構うまみも強くて、もうこれもシャンタンですごいうまみが強いんだけど、さらにうまみが増してジャンキーな感じになります。それにね、この山椒と唐辛子の効いたバチッとパンチのある感じになって、食欲がめちゃくちゃ増進される。うん、うん、熱っ。じゃーん、もう入れただけ。スープ、わかめ、ドライオニオン、シャンタン、春雨、あとごま油。うん、はあ、うまっ。わかめ入れすぎた、なんかすごい量だ。あ、熱すぎる、持ってきたけど熱すぎる。うん、なんかそう、去年さ、卵と油そして米っていう動画をやったんだけどね、その時にコメントでチャーハンっていうコメントをいただいて、確かに卵と油と米の組み合わせの鉄板はチャーハンだと思ったんですけど、なんでその時やらなかったんだろうっていう。卵と油で作られる美味しいおかずで米を食べるっていう頭しかなかったからさ、チャーハンがあること忘れてたわ。ということで今日は思いっきりのチャーハン。うん、せっかくだからね。うん、うまっ。いやあ、ドライオニオンがさ、スープに入れるといい感じにこう戻って、玉ねぎの風味がスープについて、これがいいんだよね。はい。
はい、完食しました。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はチャーハンでした。やっぱでっかい鍋で作ってね、あの鍋はテフロン加工とかじゃないので壁面くっつきますね。卵とかはちょっとやっぱりね、卵とかのくっつきやすさはどうしても仕方がないかなという感じではあるのですが、ある程度ね水分があるものだったらもうちょっと簡単にいっぺんに作れるのかなというふうに思ったので、またちょっと別のものとかもねいろいろと作っていきたいなと思います。でもあのデカ鍋があれば一応何だってたくさんいっぺんに作れるなというのをね最近感じている次第でございますので、また私がデカ鍋をガッフンガッフンかき混ぜるところぜひ楽しみにしておいてもらえたらなと思います。今年もあのデカ鍋でワンパンパスタやワンパンデカ鍋ご飯いろいろやっていきたいなと思いますので、何かあのデカ鍋で作ってほしいものがありましたらぜひリクエストお待ちしてます。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。